ちは。こんにちは。KNTV スタッフのトミとモグです。私たち KNTV のプロモーションチームに所属していますが、KNTV の公式 YouTube チャンネルの登録者数を増やすという使命をいただいておりまして。そうなんですよ。めちゃくちゃだなって思ってるんですけど、私たち一生懸命、企画をして、これから YouTube に動画を上げていくことに決まりました。ということで今日は第1回目。今日何するんだっけ？はい、最近韓国エンタメに就きたい人が増えてるっていう話を聞いたんですけど、 それでそういう人たちにちょっと KNTV をちょっと紹介したくて、 KNTV のお仕事紹介と社内の雰囲気を皆さんにちょっと伝えていきたいなと思って、こういう風な探検格好をして、そうね、探検隊になって社内を探検したいと思います。早速だけど行きましょうか。はい、ちょっと恥ずかしいですね。はい、行ってみましょう。ゴー。すみません、仕事中に、はい、ちょっとインタビューさせてください。画面見てるんですけど、制作チームっていうことで編集の仕事をされてますか？そうですね、番組を作ったり番宣とかいろいろ制作ものを作ってます。研究でこれから放送されるものってことですよね。ロケとか制作現場とかにも行くってことですか？もちろんもちろん、先までカメラ持ってました。2人を撮ってました。ありがとうございます。じゃあ今までどんな番組を、Kスターを一応担当してて、Kスターってことはあれじゃん、いっぱい合ってる。Kスターとちょっと関係ないけど、いろいろ韓国でロケに行った時にチャウヌに会いました。マジプロのチャウヌ、チャウヌ、チャウヌ、チャウヌ。実物どうですか？国で守らない。彼はちょっと国で守らないと。どういうこと？いや、もう話せたりします？いや、でもやっぱり実際ちょっと芸能人と話すことはまあそんなにはないけど、ね、他にどういうアイドルに、ゴールデンジャールとかインフィニットのロケにも行ってたので、そこも私、俳優さんとかもね、いっぱい会いました。ホンソンとかナムジヨクとかインタビューで結構行かれることが多くて、インタビュアーとして会いたい人はもしかしたら制作チームで。制作チームって忙しいしさ、残業とか多そう。最近のコロナでもちょっとあれなんですけど、昔は出張とかも多かったし、結構急ぎで編集したりすることも多かったので。韓国語できないスタッフとかいないんですか？いや、でも全然韓国語わかんなくてもやってる方多いので、ぜひいっぱい制作に興味ある方、入ってください。高校内募集中、高校内募集中です。ちょっとよろしいでしょうか？はい、いいですか？はい、カスタマーの窓口でお客様からのお問い合わせを、はい、ありがとうございます。お電話でですか？メールでですか？そうですね、電話とメールと。ぶっちゃけ聞いていいですか？今までで一番辛かった対応ってありますか？ちょっと気になります。危険な発言も大丈夫です。危険な発言適当に返します。私が気になります。やっぱり放送内容に対するお問い合わせが多い、し、これが見たいんだけどこれがやらないみたいな、これ放送しないんですかとか、それで予定にないんですってお答えしても、ほらなかなかこう納得、確かにそうですよね、なんでみたいな。それを説明するのがちょっと難しい時はあります。最近一番問い合わせが多かった番組のタイトルとかは、今度はい放送する、はい、うちのガイドです。これ KNTV ガイドです。手箱不動産は結構前からリクエスト多かった、だからやるって決まった時には打ちましたよ、本音だよね、それね。ちょっとよろしいでしょうか？何するチームですか？番組の創出なんか主にプレイリストっていうのを作成してて、番組と番組の間に番宣とか CM を入れたりする、細かい作業をする仕事です。編成チームの方で番組いろいろ決めてくれると思うんだけど、それ通りにこう組み立てて、あ、そうですね、はい、一番大事な人じゃないですか？やっぱ一番大変な大変だと思います。本当細かそうな仕事です。私にはできないかも。仕事してて一番辛いなって思うこととかある？24時間作成するんですよ。1個が3時間なので、それがすごい大変ですね。やっぱ毎日大変です。でかね、もうずっとね、私見ちゃってるの。はい。私も気になりました。ちょっと目が合ったんですけど。見せて。はい。使いせて。大好き。領域展開。ちょっとね、KNTV のスタッフオタク率高めです。何の話か全然わかりません。あ、クリエイティブスタッフ見つけた。ちょっといいですか？
僕はあの KNTV チャンネルの視聴者を一人でも増やすために営業しているわけですけど、直接お客さんに営業するんですか？まあ、なかなかね、直接僕らお客さんに営業する機会がないんで、ケーブルテレビ局の方に KNTV を紹介してもらうように、ね、めちゃくちゃコネとか必要そうですね。まあコネって言っても整備あ、ちょっと社歴5年言ったんですけど、その前に1回別の韓国系のね会社にいたことがある。え、どういう会社ですか？ M ネットっていう。M ネット、そう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 、言っていいのか悪いのか、これ言っていいのかな。なぜこの韓国エンタメの仕事に就いたんですか？やっぱりね、冬ソナですよ。見た？見てない。ごめんなさい、冬ソナ世代じゃない。全体見てないの。いいですか？はい、デザイナーをやってます。デザイナー、テレビのデザイン、どういうものをやってるんですか？今はロゴから作らないといけないんですね。番組のタイトルロゴをまず作ってから、入れる情報とか放送情報とかを入れて一つのバナーにして世に送り届けるという、なんか参考にするものとかってあるの？週に1回絶対本屋に行ってデザイン書を必ず見て、今のトレンドとかを勉強して。初めて聞いた。これも真面目じゃん。これも超真面目じゃん。これも多分超真面目かも。なんでデザイナーになろうと思ったんですか？僕は昔から絵を描くのが好きで、漠然と漫画家になりたいとか、ほらほらほら、思ってた。そう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 。ドラゴンボールの絵描いたりとかしてたんですけど、当時あの僕美術を専攻してたんですけど、美術の先生からクー君のセンスがすごい面白いっていうことを言ってくださって、グラフィックデザイナーっていうちょっとアートにも特化したクリエイティブな仕事があるって、君にぴったりだよっていうことを言われて、まあ、そもそも僕グラフィックデザイナーで入ったのに、なんかめっちゃがっつりウェブをさせられてて、ブラックブラックキッブラックではない、ブラックではない。でもあ、じゃあスキル伸ばすチャンスだなと思って自分で勉強して。やばいやばい。私たちのビッグボスです。ビッグボスが。こういうエンタメ企業に就くためにはどういう資格とかどういう人が欲しいですか？実際に私たちの面接ね、カーンだったので。あ、覚えてるんだ。覚えてますよ。はい、圧迫面接でした。なんだそれ。いや、私すごい優しくしている、ね。あ、どういう、ね、資格とかはなくて、韓国の経営会社に興味があって、言葉やっぱ欲しいかも。バイリンガルであって欲しい、はい、やる気。そうですね。ああ、そうだね。本当にやりたいことがあったら、まあ、上司にアピールして本当にそのまま実現できる会社だと思いますので。そうそう、まあ、楽しくね、はい、あの仕事ができて仲間と一緒に仕事をしたいなっていう人であれば大歓迎です。また募集する機会があれば、はい、皆さんぜひ。これからもあると思います。席に戻ってきました。私たちの席です。韓国で一番イケメン、ソンジェンジ。ファンクラブ会員なんですよ、私。ファンクラブ歴何年なの？2年です。あ、いや、違う、それが、ファンクラブが、ちょっと、日本のファンクラブが去年できたばかり、去年できて、113番目で加入しました。はい、自慢に言うです。もごちゃん、何の仕事してんだっけ？一応、SNS 担当と、あと、YouTube のチャンネルを管理してます。で放送している番組の番宣とかをアップしたり、こちらの番組のオリジナルコンテンツのちょい見せとか未公開のシーンをアップしてます。この YouTube 以外にも KNTV で公式 LINE があるんですよ。イベント目玉番組が始まりますみたいな感じと、あと皆さんが LINE を通してこちらのスパドルのプレゼントキャンペーンにも参加できるようにと設定をしています。SNS 業務中心に私はプロモーションチームで頑張ってます。私は主に Twitter と Instagram 更新をしてるんですけど、 Twitter であるプレゼントの企画だったりとかもそうだし、インスタの方も実はデザイナーには頼まずに自分で頑張って作ってたりとかして、こういう画像です。まだまだ全然素人なんですけど、少しでも世界観とか良さとかそういったものが伝えられるように一生懸命企画してます。はい、今日はこんな感じで社内を探検しました。いかがでしたでしょうか？いかがでしたでしょうか？ KNTV の見えてない仕事とか社内の雰囲気を
とご覧になれたかなと思います。ということで今日は最後まで見ていただきありがとうございます。いっぱいいっぱい企画してるので楽しみにしてください。それではチャンネル登録ぜひお願いします。お願いします。ではまた。バイバイ。